ルネッサンスはイングランド出身のプログレッシブロックバンド。1970年代プログレゼーの中でもシンフォニックな女上派で知られ、メンバー構成により大きく二つの時期に分かれる。どちらも象徴的な女性ボーカリストを擁し、アニー・ハズラムといった歌姫を輩出した。ブルースロックバンド、ヤードバーズのメンバーだったキース・レルフとジム・マッカーティの二人は、1968年の バンド解散後に、フォークルーを、トゥゲザーを結成。そして翌1969年、新たに元、ザ・ハードのルイス・セナも、元ナッシュビル・ティーンズのジョン・ホーケン、キースの妹ジェイ・ネルフの3人を加えた5人編成で、ロックバンド、ルネッサンスを結成する。同年に、セルフタイトルのデビューアルバム、ルネッサンスを発表。音楽性は、ヤードバーズ時代のブルースとは、打って変わり。 フォークロックにクラシック音楽を加味したサウンドであった。1970年から自作の制作を開始するが、バンドは徐々に収束し、解散状態に陥る。しかしアルバム契約の履行があるため、J.N. Delf と John h a w がしばらくの間まで残留し、キースラは支援する形に留まった。その後、ホー w ンの人脈からマイケル・ダン・フォードらが協力して活動を引き継ぎ、 翌1971年に右与曲折を経て完成したセカンドアルバム幻想のルネッサンスをリリースする。この時代を実機ラインナップと区別するため、俗にオリジナルルネッサンスとも呼ばれている。その意思は JN ラ級メンバーが集結し、もう一つのルネッサンスとして発足したバンドイリュージョンに受け継がれた。セカンドアルバム完成後、マイケル・ダン・フォードに主導権が移り、 新メンバーアニーハズラム、ジョン・キャンプ、ジョン・タウト、テレンス・サリバンのラインナップで、オリジナルとは似て非なる、新たなルネッサンスを再興した。通常、当グループはこの時代を指すことが多い。ダンフォード自身は、旧ルネッサンスとの諸事情で、バンドのメンバーとしては参加せず裏方に徹した。また作詞提供者として6人目のメンバーとも呼ばれる、ベティ・サッチャーが、 セカンドアルバムから引き続き支援した。このラインナップで、サードアルバム、プロローグ、フォースアルバム、モユルハイをリリースする。その後、進行レーベル、b t m 移席。第1弾のフィフスアルバム、運命のカードから、ダンフォードも、プレイヤーとして、名を連ねた。このラインナップで、シックス,スアルバム、シェーラザードやは、大手、レーベル、ワーナーブラザースレコードから、 セブンスアルバム、おとぎ話エースアルバム、四季などの作品を残している。四季からシングルカットされた北の輝きは全英シングルチャートで最高10位を記録した。1979年、ナインスアルバム、壁の幻想発表後、テレンス・サリバンとジョン・タウトが脱退。レーベルからも契約を解消され活動が停止してしまう。残る、 メンバー3人は別行動を取った後、再び集って、バンドを継続。新たなアルバム、カメラカメラ、タイムラインといった作品も発表するが、当時の流行に沿った産業ロック的内容になり、1970年代に気づいたスタイルからかけ離れていった。1985年には、ジョンキャンプも離れ、行き詰まったバンドは1987年に解散する。 アニー・ハズラム解散後、アニー・ハズラムはソロ活動に移行こう。1990年代末頃より、マイケル・ダンフォードの音楽活動も活発化し、2000年に両者が合流。テレンス・サリバンも復帰して、正式に活動を再開し、同年に17年ぶりの12スアルバム、トスカーナを発表した。翌2001年に初来日公演を開催するなど、2002年まで、 活動を続ける。カナダオタは公演その後しばらく活動が途絶えたが、2009年のデビュー40周年を契機に再始動を果たす。断続的にライブを行い、翌2010年には来日公演を開催。創作活動も再開する。2012年11月、シンセルネッサンスの創設者、マイケル・ダンフォードが脳内出血により死去。当時からの在籍メンバーは、 アニーハズラムだけになる。2013年、死去したダンフォードの追悼も込めた約12年ぶりのサーティンスアルバム、小ゆる風をリリース。2015年5月、前世紀時代のキーボーディストジョン・タウトがロンドンにて死去。また、この年以降からメンバーの出入りが多くなる。2018年9月、8年ぶりの来日公演を開催。 2019年7月時点マイケル・ダンフォーズ、ルネッサンスは、ダンフォードとステファニーアドリントンによるコラボレーション。ありがとうございます。